ね、もう3月の半ばを迎えるということでね、もう間もなく桜とかね開花していくんじゃないですかね。非常に暖かくなってきましてね、まあ例年通り花粉に苦しんでいる人もね増えてきたんじゃないかというね、かくいえば私もその一人なんですけれど、まあ今年はねそんなお花見はどうでしょうね、なかなか大人数っていうのはまた難しいとは思うんですけど、まあね、でもちょっとね通勤途中とかでね桜をめでたりとかっていうぐらいだったらまだね、まあワンチャンあるのかなっていう風な感じなんでね、まあまだまだね気をつけなきゃいけない時期ではありますけれども、そういうね桜をめでたり花をめでたりっていう心の余裕はね、常に持っていたいななんていう風に思いますね。そんな前回はゲストに、マクロファージ役の井上喜久さんが来てくださいました。いや本当に何でしょうね、僕の中でずっと女神様なんですよ。本当にまさにその通りの方でね、本当に癒しの時間でしたね。まあでも17歳ですから、まあ僕から見たらもう娘のようなね、存在なんですけれども、まあでもそんな娘でもね、パパって呼んでいいみたいなね、そんな会話もさせていただきましたし、すごい実りある収録でした。でもね今回もねこの男性陣切っての癒しのオーラを持つ方がゲストで来てくださっているんで、今回もね皆さんにそういう癒しをお届けできる時間になるんじゃないかななんてね、冒頭から僕は期待していますよ。今日もねそんないろんな話、本当に博識な方でもありますからね、いろんな話聞いていきたいと思いますんでね、それでは早速行ってみましょう。一緒に働く細胞ラジオ、皆さんこんにちは。テレビアニメ働く細胞白血球の声優担当しています前野智明です。この番組はテレビアニメ働く細胞第2期の魅力を体の隅々までお伝えしていくウェブラジオでございます。こちら6回目の放送を迎えるということで、アニメの2期はですね最終回の方を迎えまして、まあ、ブラックサイドはまだオンエア残ってるのかな、現在は第1期のセレクション放送をお届けしておりますということで、ぜひですねラジオの方は継続して聞いていただきまして、皆さんのね体を慈しむ習慣にも続けていただければと思いますね。よろしくお願いいたします。さて今回の働く細胞サイドも素敵なゲストね、先ほどもちょっと前振りしましたけれども来てくださっています。早速ご紹介いたしましょう。今回のゲストはこの方です。皆さんこんにちは、樹状細胞役の岡本信彦です。どうも。あれ、あ癒されるわ前野さんどうされました。癒されるわ。いや癒せましたかね。癒されたわ。本来こんなご時世じゃなかったらすぐそちらに行って肩でも重みしましたのに、ね、もう全然癒さずの声だけで癒されるわ本当ですか。岡本くんが来てくださいました。どうも岡本です。ご無沙汰しております。いやご無沙汰しております。ご無沙汰ではないですけど、作品の中ではご無沙汰しているかもしれないですけどね。はい、いやでもようやく呼んでいただけたというか。本当ですよ、いろいろお話ししたかったんですよ。もう一期から何年経ったんだろうってぐらいな。でも何年だろう本当に考えてみたら。4年ぐらい経ってるのかな。経ってそうですよね。そうなんですけどね。でも2人でラジオってなかなかなかったですよね。確かに3人とかそうなかった。そうですよね、大体そうだね。ゲストとかで行かさせていただいてもそうですね、3、4人とかイベントとかでは本当ご一緒ね、呼んでくれないから岡本くん。いやむしろ来てほしいですよ、ね、一緒にゲーム実況とかしたい。やりたい、うん、でも共演は結構多い方ですよね。多い方ですよ ねそうなんですよ。だって10年ぐらいのお付き合いにもなりますか、お知り合いになって ね僕ベーコンレタスの作品あんまり出てないんですけどもベーコンレタスの作品ベーコンレタスの作品でですね、僕初のメインキャラをベーコンレタスの、はい、ベーコンレタスの、いやいやいや、いい面白い作品ですよね。そうなんですよ、それで前野さんとも共演をそこで、そうなんですよ、相手方役だったんで前野さんが、僕の初恋の相手ですそうです初恋の相手ですからね。いや懐かしい、それも初恋のお相手の岡本くんとね、今日は働く細胞のラジオをお送りしていきたいと思います、ね、よろしくお願いします。よろしくお願いいたします。ということで早速始めていきましょう。一緒に働く細胞ラジオ、働く細胞サイドスタート。一緒に働く細胞ラジオ、働く細胞サイド。
というわけで、一緒に働く細胞ラジオ、働く細胞サイド6回目、今回はですね、ゲストに樹状細胞役の岡本信彦くんと一緒にお届けしていきたいと思います。改めてよろしくお願いします。お願いします。はい、ということで早速ゲストの岡本くんに、まあ、働く細胞について、はい、作品についてお話伺っていきたいと思うんですけれども、懐かしい、はい、まあ、いろんなお話もね一気通してされてると思いますけど、はい、まあ、改めて働く細胞という作品を知った時の感想だったり印象だったりっていうのはどういうお気持ちでしたか？そうです、オーディションで初めて僕知ったんですけども、うんうん、やっぱり何でしょうね、体の構造をこうやってキャラクター化して、はいはい、描いていただけたらなんか分かりやすいというか、うん、なんか勉強になるなとは思ったんですよね。確かにそうだよね。いや、樹状細胞ってオーディションだったんですか？オーディションでもありました。あったんですよ実は。まあ、でもいろんなのやりましたね。あ、そうなんだ。やっぱりそれこそ白血球も赤血球も赤血球も赤血球も受けて、あとなんだっけな、キラー T 細胞もあった。俺もキラー T 受けたな。受けた気がしますね。そうですね、そうだったんですね。はい、受けましたね。確かにこの作品に携わったことによって初めて僕もその樹状細胞という細胞の役割とかも知りましたし、知らなかったよね。名前も正直知らなかったんですよ。知らなかった。そうそう、絵だとこの樹状細胞の樹状って名前の、その名前の通り、枝分かれしてみたいなね、みたいなのがあったんですけど、いや、なんかこんな司令塔というかなくてはならない存在とは、いや、知らなかったね。作品の中でね、びっくりしました、ね、またあの作中でも独特な性格をされてるじゃないですかそうです ね、演じてみていかがでしたか、樹状細胞は。あ、それこそディレクターさんからは、はいはい、岡本くんのちょっと綺麗なちょっと変態性なところを出していただいて言われましてまあまあ得意なところですね得意なラインじゃないですか、そういうちょっとちょっと最高、ちょっと、ね、常人とは違う感じのそうパスい感じで、芸の方じゃないちょっと綺麗な方ですね、えつに入った方でこうやらさせていただいてですね、うんうん、だから最初こう現場に行った時にマクロファージ役のそれこそキッコさん、あ、キッコさんが、キッコさんがまあ方向性的には多分樹状細胞とマクロファージって同じような、そうだね、こうなんでしょうね、ニコニコしながらも実は強いみたいな感じのイメージの立ち位置で、でマクロファージさんは普通にこうなインファイトスタイルっていうか、そうだね、本人が強いっていう、ね、武器持ってるからね、はい、でこっちなんか影の参謀みたいな、そうだ、ね、確かにわかるわ、そうなんですよ、感覚だったんで、こうなんでしょうね、こうインテリ感をどうやったら出るかなっていうのはちょっと意識はしたんですけど、まあ、難しかったですね。確かに、まあ、学ランかブレザーかって言ったらブレザータイプの、ね、そうですね、性格だよね、短乱でも長乱でもない、そう、影でなんか指揮を取る感じの、そうなんですよ ね、実はメガネつけてるかもしれないぐらいの、でもあの細胞がさ、はい、なんかやっぱりああいう風に活性化を促すことによって他の細胞たちがね、そうなんですよ、さらに活性化するっていう、そういう仕組みですからね。進化にも似て、まあ、変化ですけど、うん、まあ、サイトカインの話ではまさにそういう話でした ね、見受けられましたね。あ、だから NK 細胞ですらね、その、はい、なんか黒歴史みたいなものをねバラバラそういう生き残りそうでしたね。そうそうそうありましたしね、そうでしたね、うん、バラまいてっていうのがあれ、いい描写ですね。やっぱ作者さんすごいなって思って、やっぱすごいよね先生のね、変化をそうさせるんだみたいな、でも分かりやすかったなっていうふうに思いましたし、ね、あの乳酸菌 の、 ポコってね折ってね、サラサラサラって飲んだら、ね、そうなんですよ、わーってなっちゃって、はい、エツになっちゃって、また変態度合いがまたどんどん上がっていくっていう。岡本くんはそういうふうに活性化するものってありますか？なんかこうこれやってる瞬間は俺活性化するぜ。あ、そう、チョコレートを大量摂取した瞬間になんか脳が溶けるんですよ。俺思うんだけどみんな思ってると思うけど、はい、なんで甘いの好きでそんな痩せてんの？そのいろんな人に言われるんですけど、うん、そろそろもう一回行った方がいいかも人間ドックも調べた方がいいって、はい、なんかやっぱ運動も最近マジでしないですよ、コロナのせいで。まあ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 、正直全然できてないんですよ、うん、なのにもかかわらず朝は正直10粒ぐらいは食べてるんですよ。マジで？あ、朝食と称して、え、まあ、どんな生活なの今日もミルフィーユを、美味しいですよね、ベルンのミルフィーユ。いや、美味しくて、いや、分かるけど、あれ3種類ぐらいあるんでこう6個食べちゃったんですよね今日も。すごいです、どうなってんだマジで。朝6個、寝る前6個みたいな感じですね。もうすごいね、フードファイターとかになるんじゃないのすごいねそれは。だからやばくてですね、それで、まあ、そこまでお腹も出てないんですよ、ま、出てない、全然ね、着替えてる時見たことあるけど、すごいスマートなね、ことは割とやばいんでは。いやいや、だからきっとなんか消化酵素みたいなのがすごい強いんじゃないわかんないけどよくわかんないけど、それこそ昨日親にも電話で言われまして、心配されたの、チョコレートばっか食べたら胃が溶けるよって言われましたすごい食生活多くて、そうなんですよ。でも前野さんは前野さんで夜はやっぱりお酒と、夜はもう僕はもう活性化する瞬間
もうね、もう初級ハイボールでね、キュッてね。出て初級ハイボール。やっぱ たまんないっすか。たまんない、私服の時ですね。やっぱ脳を溶けますか。いやいや、これブラックサイドの話になっちゃうんですよ。こっち綺麗な話なんですが、でも活性化する瞬間ではありますよ、確かにね。あ、そうなんですよ。そうなんですよ。そんなこんなでね、まあ、メールの方紹介していきたいと思います。はるさんからいただきました。ありがとうございます。前野さん、岡本さん、こんにちは。こんにちは。初めてメール送ります。ありがとうございます。私は医学生で、今まさに体の中で働いている細胞たちについてや、病気や医学について勉強しているところです。すごい。働く細胞に出会ってから難しいと思っていた免疫系の働きについても、アニメのキャラで分かりやすく面白く、そして細胞たちがかっこよく、そして可愛く伝えてくれるので、毎週とても楽しく拝見して勉強させていただいています。特に樹状細胞が大好きで、え、本当に普段は穏やかで優しい彼ですが、免疫系を活性化するときは過去の恥ずかしい細胞たちの写真をばらまくというド S な二面性が止まりません。樹状細胞の働きをそうやって表現するんだと感心したりもしていました。勉強しているとき樹状細胞が出てくると思い出してしまい、ニヤニヤしてしまいます。お二人にも周りには知られていない意外な一面などあったりしますか。私は来年、医師国家試験を受験する予定です。すごい方だ。働く細胞を見て楽しみながら今後の勉強頑張っていきたいです。ほら、すごいですね。ガチモンじゃないですか。ガチモン、ガチな方です。ありがとうございます。なんかこの作品がそういうね、あの将来この医療を支える方のね、なんかちょっとでも支えになってるんだと思うとすごい嬉しいですよね。ね、アニメ見ただけで本当頭良くなったりして勉強になったりしますからね。そんなこんなで意外な一面あったりしますか。周りには知られてない、実は意外とこうなんですみたいな。意外とですか。意外と そうですね。あ、この前行ってびっくりされたことがありまして。何、僕妻を知らなかったんですよ。え、何、妻を知らなくて。あ、あのお刺身の、そうです、スーパーでツナありませんかって聞いたら、うん、妻が出てきたって話をしたんですけど、俺それ知らなくて。どういうこと。妻こっちですって言われて。何ありますか。あ、ツナです。ツナシーチキンのことですか。そう、そしてなんか通されたんですよ。あの食品売り場みたいなところに、はい、で、結構裏側の方の目の前に立ってて、うんうん、こんなところに立ってたら、こうツナの新鮮なツナがもしかして取って出しのツナが出てくる。加工されたマグロがツナとして出てくるんじゃないかと。これ新発見だ、ドキドキするなって思って。それはドキドキするわ。そしたら普通に妻が出てきたんで。大根じゃねえか。大根出てきました。それは意外でしたね。妻を知らなかったです。いや、でも育ちがいいから、そんなもう、ね、いやいやいや、きっとお大根なんて。普通に付け合わせって言ってましたね、マジで。まあまあね。そうなんですよ。なんか地方では県っていうらしいですよね。あ、そうなんだ。なんか言い方違うんだ。言い方違う。それは確かに意外です。岡本くんね、すごい博識なイメージがある。いやいや、もうスーパー全然わからないんです。あ、なるほど。じゃあテリーさんからいただきました。ありがとうございます。前野さん、のぶくん、こんにちは。こんにちは。じゃあ働く細胞いつも楽しく拝見しています。ありがとうございます。えぐかったり微笑ましかったり、特に白血球さんはまっすぐなヒーロー、樹状細胞さんは爽やかさんなのになぜか黒い。改めて2人が思うヒーロー、そして黒い部分のどちらが自分にどれだけ持ち合わせていると思いますか。あ、いや、これ、ね、僕毎回こうヒーローものの作品出てきて思うんですけど、はい、正義って大変じゃないですか。正義はね、大変だと思う。あの一瞬で、あの助けられなかったら没落するじゃないですか。もうそうなんですよね。それって結構苦しくて。苦し、確かにね。だから悪側の方が楽だなとは思う時はある。確かに猫助けただけで高評価になるんで、まあ、あのギャップみたいなね。ヤンキーがちょっと悪い、猫助けただけ、いいやつとこあるじゃないかみたいなね。そうなんですよ。確かに正義ってさ、もう本当にその行いしか許されないわけじゃない。そうなんです。確かにそれはあの難しいなと思う、ね、助け続ける。だからこそ本物のヒーローがいるとしたら、助け続けられてる人がいたとしたらすごいなって思うんですよね。確かにスーパーヒーローですね、それ。確かにね。だからちょっと黒いぐらいの方がもしかしたらいいのかなと思いま す, す、ね、確かに度合いにもよるのかもしれないですけど、うん、どうですか自分は、はい、あのそんな黒い方ですか。まあでも黒い方ですから、まあ、黒いよね。大体黒いと思うよ。みんな黒いんですよね。みんなちょっとやっぱり大人になったら割りかしやっぱブラックになっちゃうんだよね。そうですよね、うん、こう20代後半なんてやっぱあの頑張ろうとして野心ありましたからね。あ、分かる。でも結局なんもう今はもう牙なんもないです。確かにな。もうでも、ね、全て抜けました。でもまあ気持ちだけはね、常にね、あの綺麗な気持ちでいたいですけどね、はい、いやでも前野さんすごい綺麗なイメージです。 僕はですか。僕ですか、はい、僕なんてもうあのもうですか。もういろんな色が混ざり合って結局黒になります。ああ、確かに虹の色を全部混ぜたら黒になりますからね。まあでもこっちのね、あのラジオあのまあ、働く細胞サイド無印の方はね、綺麗な方でやってるんですよ。この後にあのそのブラックのあのえのきくんと深澤さんの2人の組み合わせのラジオがあるんですけ ど, なるほど、お二人とはどうですか。あのあ、なんか印象っていうか関係性とか。えのきくんはめっちゃ変わってるなって思います。まあ変わってこないの、いい子ね、すごいいい子ね。いや、
めっちゃいい子ですよ。面白くていい子なんだけど、あのしかもかっこいいじゃないですか。だからそうシュッとしてるよね。そうなんですよ、俳優でもやっていけるレベル。そうなんかちょっと彫り深いし、ね、いい顔してるよね。だからあの、うん、最初喋った時に、うん、そういうイメージがなかったんで、確かにちょびっくりしましたね。割とあのちょっとやっぱりちょっとだけ変わってるところあるよね。パスイ感じがあるじゃないですか。いい意味でいい意味でパスイって。ヒカサヨーコは本当にイベントにいてほしいです。ヒカサはそうだね、素晴らしい役者さんだと僕思ってます。マジで確かにどんな雑なパスやってもなんとかしてあのトラップしてくれるからね。やってくれますよね、うん、お芝居もすごいこうなんでしょうね、今で言うとこう美人なお姉さんはやっぱよくやったり悪役もやってらっしゃると思うんですけど、ね、うん、結構なくてはならない中堅の役者さんなんじゃないかなって勝手に思ってますけどね。確かに、はあ、ね、あの誰かが言ってたな、すごい巨乳声だっていう話をいますよね。なんか巨乳声って言われてる方々がそうそうそういらっしゃいますけど、ね、その中でもね、日笠はさんもね、やっぱりその中に入ってくるんじゃないかって話をこの間誰かがしてましたけど、下野さんもそうですね。ああそうですね、巨乳声ですね、まあ、まあそんな二人がねこの後ラジオやってるんで ね、 ね、まあ、我々の方はねこの後も綺麗なトークをしていきたいと思います。そうしましょう。ということで、働く細胞サイドでは皆さんからのメールを引き続きお待ちしています。アニメやラジオの感想、パーソナリティ、ゲストへのメッセージなどどんどん送ってきてください。お願いいたします。一緒に働く細胞ラジオ、働く細胞サイド。さあここからは岡本くんと一緒にこのコーナーやっていきたいと思います。はい、戦う細胞。はい、体の中では私前野が演じる白血球をはじめ多くの細胞たちが悪い細菌と戦っています。はい、そんな体で生きているリスナーの皆さんも日々いろんな戦いをしているはずです。確かに。中国ってこのコーナーはリスナーの皆さんから今戦っていることやものを送っていただきまして、それを紹介していくコーナーでございます。なおメールの最後ですが、必ずそんな〇〇とバイバイ菌だで締めていきたいと思います。ああいいですね。まあ、ちなみに、はい、岡本くん戦っているものありますか？インスタです。ちょっとよくわかんないですけど、どういう何で戦ってるの？それはインスタ、そうですね、インスタやっぱなかなか難しくてですね。インスタやってるの？ついに今年やり始めたんですよ。あ、そういえばそんな話してたね、この間ね。そうなんですよ、うん、ツイッターやってないじゃないね。ツイッターやってない、インスタやってる。インスタしかやってないんですけど、インスタをついにですね SNS としてやり始めたんですよ。はい、それで何で、やっぱりこう浪川さんのフォロワー数が強いですね。そこって何、競うとこだろ。よくわかんないんだけど。いやでもなんか正直な話だと、うん、やっぱインスタやり始めたからには映える写真、まあ確かにね、もう撮らなきゃって思うんですよ。もう分かる分かる。だからこう映える写真が難しくてですね。分かる。おしゃれじゃないんですよ、もともと僕が。いやそんなことないけど、だからなんか服とかに興味あったら、うん、今日のコーデみたいなのできるんですけ ど、 ど、ね、僕大体同じパンツと同じ靴なんで。いやすげえ分かるよ。めっちゃ難くてですね。いやでもなんか分かんないけど、一説によると、はい、なんか自撮り上げまくってればなんかいい説。マジですか、自撮り上げまくるの？いや分かんないけど、そうなんですか。一説によれば SNS はなんか自撮りをたくさん上げればなんか喜んでくださる方多いんじゃないか説だった。どなたか言ってちょっと終わってから言うけど、終わってから言うけど、でも言えてみますね。確かに僕ですら、はいはい、自撮りを上げてくださいって言われることがあるんですよ。やっぱいやそれ見たい、やっぱりお客さんはね、応援してくださる方は。声優的にはなかなかそのもう自分の顔つけたら俳優になってるなっていう。いやあげられてる方もね、たくさんいらっしゃいますから、まあ、チョコレートばっかあげてます。あー分かる。でもねやっぱそういうの見たいっていう人もね多いと思います。いいと信じて。インスタと戦ってる、はい、非常に斬新な意外な答えでしたけどね。はい、皆さんからのメールも紹介していきましょう。さやこさんからいただきました。さやこさんありがとうございます。私は自宅の Wi-Fi と戦っています。家の場所によって Wi-Fi が弱かったり、家にいるのに Wi-Fi が切れたり、特に私の部屋が一番 Wi-Fi につながりにくく、毎日わがままな Wi-Fi と戦っています。そんな Wi-Fi とはもうバイバイ菌だ。あー分かるわ。でも Wi-Fi 分かる、これ難しいですよね。僕も家でやっぱりやるときに、ちょうどいいタイミング、それこそチェイスゲームとかしてるとデトバみたいな、なるほどね、ちょうど鬼に追われてる瞬間にこう Wi-Fi が弱くなってくるとラグったりするんだ。いつの間にかやられてたりするんですよね。まあね、ラグるよね。あれが辛いっすね。わかる。俺もだからね、そのスプラトゥーンとかやってると、はい、まあスプラトゥーンはもう有線でしかやらないけど確かに無線だとやばそうですね。まあそれでもたまにね、その回線落ちとかが、ね、あったりする時もあるからね。まあ確かに回線問題は難しい。Wi-Fi はでもね、なんか街中だとさ、なんかたまに知らない Wi-Fi とかに入ってる時、ね、あれどう大丈夫なんですかね。あるよね。
あれ結構怖くて、確かになんかこの接続はなんか安全ではありませんみたいな、そうなんですよ、たまに出る時あるよね。海外とかで、うん、例えばですけど空港とかの Wi-Fi あるじゃないですか、はいはいはい、あれの名前を空港の Wi-Fi っぽくしてそれで抜き取るやつだったらやばくねえかなって思っちゃったけど、確かに考えたことないけどめっちゃ怖いぞこれ。いやそれ怖いわ、怖すぎません？それ怖いわ確かに、間違えた人をどんどんスキミングしていくっていう、ね、まあ、でも確かに自宅の Wi-Fi 問題は確かに難しいよね。確かに部屋とかね、遮蔽物によってこれから 5G にちょっと期待したい、ね、あそうだね、はい、続きまして、グリーンさん、グリーンさんありがとうございます。私は不動産屋で働いていて、おおすごい、岡本くんが好きそうな、大好きです、教えてほしい、もうやべえぞ、どこ何区、やばいぞやばい、絶賛繁忙期中ですと。お、仕事量が普段の倍ありますか。あそうなんだ。3月に入り折り返し地点、もうすぐそんな繁忙期とも倍々金だ。おすごい、つまり4月からちょっと安くなりますか。港区とかですかどこですか、港区ですかね、港区とか千代田区、中央区、いや世田谷区とかの辺ですかね、やっぱ硬い地盤がいいですよ ね、 ねえ、まあ、でも どこがでもそうか、これからちょっと落ち着くってことなのかなってことなんですかね、まあ、これまでが鬼のようにきっとお忙しかったってことですよね。やっぱり3月とかやっぱ卒業というか、どっか転職も含めての、はい、ね、そういう気なんですかね、動きがある気ですからね。何区がおすすめですか、その不動産王としては。不動産じゃないですけど、まあ、でも一説によればですよ、はいはいはい、一説によれば、練馬区、練馬区マジガチミなとこついてきた練馬区いいよ、練馬区でも一説ですよ一説で、いや練馬区いいと思うよすごく、なんか有識者の人が言ってましたね、この前有識者練馬区マジガチだないやでも練馬区いいと思う本当にそうなんだ、なるほどね、港区とかそういうなんかもうザ東京っていうところよりかはちょっとだけあのあれちょっとだけ行ってましたね、狙い目はそこだって言ってました。あと、まあ、もちろん5分以内で、ああまあまあまあね、あなるほどね、あこう練馬区かちょっと見てみようね、ラジオネーム残念な生き物さんからいただきました、ありがとうございます。私は医者になるための実習で採血の練習をしています。うわ、学生同士で練習するのですが、友達に針を刺すのも友達に刺されるのも怖くて仕方がありません。怖いと針先が震えてうまく刺さらないんです。こんな弱気な自分とは売買金だ。採血って自分一人刺すの、これ何刺すんだ、練習とかで学生同士でやるんだ。なんかあのプロじゃない人に刺してもらうのもちょっと怖いですけど、いやこれはあのプロじゃない人って、いやそう確かにね、まだプロじゃない人、まだプロじゃない人、これからプロになる人たち、確かに。でもあの前野さんどうですか、血管とかって簡単に。いや俺血管ね、割と細いからなんかうまく刺さない時もあったよ。結構そういう方いらっしゃいますよ ねいる、点滴の時とかもね、なんか違うところとかにね刺し直したりしてました。そうそうそう、あったりするね、うん、あそういう方がいる、うん、自分がそうだったり友達がそうだとちょっときついかもしれないですね。でも俺無理だな、血液検査とかでやっぱ血取る時とか、なんかすごい凝視する人いるじゃん、自分が血抜かれてる、その血がさ、血を、はい、俺もう絶対無理だもん。あ本当ですか。もう絶対もう目はもう反らすし、あ割とどんな色なんだろうっていう。いや怖い、俺やだやだやだ、表に黒くてですね、いやちょっとなんかもっと綺麗な色だったらよかった。いやー絶対力抜けちゃうもんそんな抜けちゃう、俺無理だ絶対無理だでもねこういう風に残念な生き物さんみたいなね、やっぱり頑張ってほしい、将来ねやっぱお医者さんを目指されてる方がね、方もねこの働く細胞にね大きな影響をね受けているのかと思うと、本当にそういうところで嬉しい限りでございますね。はい、ということでメールはここまでとなります。ありがとうございます。いやいろいろ面白い話聞けましたね医療従事者の皆さんのお話もそうですし ね、まあ、練馬区の話もそうでしたね、はい、ちょっといろいろ実りのある時間でした。そうですね、はい、ということで以上戦う細胞でした。一緒に働く細胞ラジオ、働く細胞サイド、働く細胞インフォメーション。ここからは働く細胞に関する情報をお知らせします。テレビアニメ働く細胞は無事に最終回を迎え、現在はセレクション放送として働く細胞第1期の映像を毎週23時30分より好評放送中です。テレビアニメ働く細胞ブラックと合わせて細胞アワーをぜひお楽しみください。続いてアニメジャパン2021の情報です。テレビアニメ働く細胞とテレビアニメ働く細胞ブラック合同で AJ スタジオへの参加が決定しております。働く細胞アワー白血球ステーションとして、細胞サイドからは私前野智明が、ブラックサイドからは日笠陽子さんが出演し配信でお届けいたします。配信日はアニメジャパン2021 2日目の3月28日日曜日、
アニメジャパン2日目3月28日日曜日です。朝10時半から11時5分の予定です。ぜひこちらもご覧ください。続いて働く細胞のブルーレイ &DVD 情報です。現在第2期のブルーレイ &DVD が第2巻まで発売中です。第3巻は4月7日発売です。そして特別上演版働く細胞最強の敵再び体の中は超大騒ぎのブルーレイ &DVD は来週3月24日に発売となります。お楽しみに。続いて音楽情報です。我々キャストが歌うオープニング主題歌ゴーゴー細胞フェスタが好評発売中です。さらに働く細胞のオリジナルサウンドトラックも発売中ですので合わせてお聞きください。そして原作コミックス働く細胞は第1巻から最新巻6巻まで大好評発売中です。さらに働く細胞公式アニメ完全ガイドが大好評発売中です。テレビアニメ働く細胞の魅力を余すところなく収録したファン必見の超保存版です。こちらもぜひチェックしてください。はい、以上働く細胞インフォメーションでした。一緒に働く細胞ラジオ働く細胞サイド。はい、というわけで一緒に働く細胞ラジオ働く細胞サイドの方はそろそろお別れのお時間となってきてしまいました、はい、番組では皆さんからのメールをお待ちしています。アニメやラジオの感想各コーナーまでメールを送ってください、メールの宛先などはブラックサイドの方でお伝えすると思いますのでこのまま最後までお聞きくださいということでね、はい、今回はゲストに樹状細胞役の岡本くんが来てくださいましたが、いやありがとうございます。いやこちらこそいい話たくさん聞けましたよ。ね、練馬区がそうですね。話もそうやっぱ重要ですよね。なんか意見交換というか、まあ、重要ですよね。それこそそのやっぱ飲み会がなくなったんでどうやって情報を知れようかって確かにね、いろんな情報ね、まあ、健康の情報もそうだし、そういうねあの衣食住の情報とかももちろんそうですし、ね、やっぱ今までご飯に、まあ、週4でどっか焼肉屋行くことによって情報を結構得てたんですけど、あなたといえばもうシャトーブリアンをね惜しげもなく頼むといういろんな噂を聞いてますよ。本当ですか。いろんな噂聞いてます。いや本当になんか、いやでもすごいなって思うのが、まあ、テイクアウトしに結構行くんですよ、はい、でも全然こう人が普通に予約が取れないっていう、あまあね、やっぱ強いところは強いなって思いますね、うん、本当にいろんなお店してますしね。そうですね、まあ行ってましたね。なんで今は本当リモートばっかになっちゃいましたね。そうだよね。それこそね、あの働く細胞のね音響監督さんあもうねその岡本くんのその宴とかにもね、あそう前に会員制のところにちょっと非常にレアなところとかにね行ったって話僕細胞の時にお聞きしましたし、そうなんですよ。あそこ半年間以上入ってか普通の人入れない。すごいよね。でも頑張りましたね。あれは顔も広いですね。本当に樹状細胞のようにいろんなところにいろんなアンテナを張り巡らせている岡本くんですよ、ね、ぜひ前野さんも行きましょう。じゃあ働く細胞メンツというか、あもうじゃあぜひね、このコロナが落ち着いたら、ね、落ち着いたらですけど、みんなで本当にそんなこんなでね、最後にじゃあリスナーさんの皆さんに一言メッセージの方お願いいたします、はい僕はこんなんですけど樹状細胞は癒しとかそういうのをお届けできると思うので、ぜひねアニメの方いっぱいチェックしてください。よろしくお願いします。よろしくお願いいたします。さてこの後はブラックサイドでございます。なんか岡本くん2人にメッセージあれば、はい、あえのきくん今度ぜひ飲みましょうっていう感じ。いつか飲みたい、飲んでみたいです、ね、飲めんのえのきくんって。これわかんない、ね、俺よくわかんない。えのきくんの生態を実はこう情報結構知ってるはずなんですけど全然知らないです、うん、俺もね噂でしか、そう僕も噂でしか知らない、うん、ちゃんとした姿見たことないですよ僕。そう俺もそう俺もそう全貌が明らかになってないんで、うん、だからこそなんか結構ちょっと暴きたいよね。2時3時ぐらいまで飲みたいですよね。あー分かる。夜が夜ちょっとなんか掘ればなんかもしかしたらねなんかすごい面白そうっすよ ね面白い可能性もあるよね。知りますよね。梅原とかもそうじゃん。だってめっちゃ面白いですね梅ちゃん実は超ユニークで最初クールだと思ってたんですけどすごいユニークな、ね、そういうなんか意外な一面見られる可能性ありますからね。確かに交流深めていきたいですね。ぜひお願いします、ね、まあ、ひかさようこはイベントでぜひ会いたいですイベントでじゃあぜひね。いやスーパープレイヤーなんで本当間違いない。確かにもうあなた様がいれば大丈夫だ僕は信じてるんで、ね、そんなお二人もねこの後ブラックサイドの方よろしくお願いいたします。岡本くんまたね、はい、よければ遊びに来てください。ぜひお願いします。ありがとうございました。というわけで一緒に働く細胞ラジオ働く細胞サイドはここまででございます。お相手は白血球の声優担当しています前野智明と樹状細胞役の岡本信彦でした。それじゃあバイバイ金だ。一緒に働く細胞ラジオ。
緒に働く細胞ラジオ。ブラックサイド、ブラックサラリーマン川柳。飯仕事、飯飯タバコ、夜は酒。一緒に働く細胞ラジオ。一緒に働く細胞ラジオ。ブラックサイド、ブラックサイド、ブラックサイド。皆さんこんにちは、テレビアニメ働く細胞ブラック赤血球役の榎木淳也です。皆さんこんにちは、白血球役の氷笠陽子です。この番組はクライマックス直前、テレビアニメ働く細胞ブラックの魅力を体の隅々までお伝えしていくウェブラジオです。ここからはブラックサイドです、はい、働く細胞サイドは前野くんと、うんうん、ゲストの岡本信彦さんでした。はい、どんなトークしてたんですかね。どんなテンション？そんなに興味ある？さあ今回もブラックサラリーマン川柳から始まりましたけども、こちらはラジオネーム超小型の巨人さんからいただきました。可愛いだろうな。可愛いね、駆逐されないやつだ。可愛いの。一日の流れを川柳にしてみたそうですよ。ただし超小型の巨人さんは高校生なので妄想だそうです。妄想でこれ送ってくるの？ありますよこういうこと。飯仕事。いやタバコ吸わないからあれだけど、タバコはなしとしてコーヒーみたいなことだね、うん、朝ごはん食べて仕事行って、え、ご飯昼食べて、夕方働いてないじゃん。そういうことですか。夜は酒。でもなんか言いたくなるね。飯仕事、飯タバコ、夜酒みたいな。酒と涙と男と女みたいな。みたいな、ちょっと演歌っぽい、ね。演歌っぽい感じしますよね。でも今夜は酒も飲まないからな。家では飲まないんでしたっけ。家でお酒飲まないんだよね。そうか、僕も飲まないんで。めちゃめちゃ弱くなってそうだよね。飲むの普段？いや普段飲まないんで、今しかも花粉症の薬飲んでるから。嘘、花粉症の薬飲んでる時ってお酒飲んじゃダメなの？え、普通ダメじゃないですか。ね。あんま良くないですよね。飲まないでくださいって多分書いてると思いますよ。あの飲んでないですけど。逆切れしないでください。怖怖。じゃあ始めていきますか。一緒に働く細胞ラジオブラックサイド。スタート。一緒に働く細胞ラジオブラックサイド。ということで6回目の一緒に働く細胞ラジオブラックサイド、今回もゲストはいませんけども、まあ、まだねラジオ続くんで。そうだよね、呼ぶチャンスは全然。そうだよね、はい、だから呼んでほしいですねゲストね。ぜひ最終回までにはぜひお願いします。でも12話放送されましたけども。そうなの、もうアニメの方はですね無事最終回を迎えまして、すごい反響だったらしいですよ。あ、まだこれから迎えてない。そう、今12話13話ありますから、ね、僕もさらっと受け入れて。あ、そっか、はい、13話までだ。え、今週ですか、今週最終話だったんですか。ね、今週最終話放送予定。でもさ、もうさ12話が復帰心臓終焉だからね。終わってます、終わってそうなタイトルだからね。なんでしょうね、まあ、でも心臓が止まってしまうって書いてあるから、ね、すごい評判は良かったらしく、あの痛風のお話とか。痛風、あ、なんかね、なんかツイッターで、はい、ケンが死んだ。ケンじゃないんだよ。死んだのはケンさんじゃない。赤血球。ケンをやったのかお前たちはって。AC1677 ってみんなやっぱ覚えられない。分かりやすく。なかなかそう、数字覚えらんない。覚えらんない。ケン赤血球が。研究、ね、研究研究訳しちゃった。研究が遺産に落ちて研究死んでしまって、でもほら白血球さんのおかげでえの球、えの球はえの球かわいい、チョロ球みたいな感じ。えの球、ヒカ球、ヒカサ白血球、ヒカ球はヒカ球いいっすね。ヒカ球、うん、ヒカ、ヒカ YouTuber みたいな。ヒカ球、ヒカ球ハロー YouTube って言ってそうな感じ。ヒカ球、ヒカ球のおかげでエノキュちょっと抱きしめてくれてましたもんね。そうね、いいな。でもなんか、うん、抱きしめ、なんかそう、なんか変な感じがないのがいいよね。働く細胞はなんか確かになんかこう恋愛的な感じじゃないっていうか、熱い心の交流みたいなね、うん、青春感がある感じだったから、うん、なんかこう体の中の
赤血球たち細胞の方が宿主より充実してそうですよね。宿主より充実してそうです。抱きしめてくれる人いなさそうじゃないですか、この宿主。いないの、いや、いないのかな。いたらなんかもっと健康な気しますよね。この人は一緒に暮らしているパートナーはいないんだ。いや、多分独身だと思いますね。独身男性、30代後半ぐらい。いやー辛いですよね。でも復帰心臓周辺で、まあ仕事にもね。でもね、でもあの赤血球エニョ球はね、うん、立ち直ってね、立ち直ったんですけど、うん、でも心臓止まっちゃいますからね。そうね、こう来週っていうか今週どうなってるのかっていうところ。私ただって宿主の死ってことは、はい、私たちも死だからね。そうですよ、中の細胞たちもみんな死んでしまいますから、うん、なんとかしないとっていうところなんですけども、まあそれはねぜひ最終回見てください、見てください、ということでじゃあお便り読んでいきます。ラジオネームニスコさんからいただきました。ありがとうございます。11話を見ました。ありがとう。ケンヌさんの喪失感に打ちひしがれていました、ね、研究ね、秘蔵からの叱咤激励、ひよちゃんからは立ち直るきっかけをもらっていましたペットボトルでボボボボボってなったの笑っちゃった。頑張れエニョキくんあれニスコさんまでエニョキくんと言い始めましたけども、なんかいいね、なんかゆるいゆるい感じ、いいですね、ゆるキャラかわいい。僕のキャラが中和されていいですね、エニョキってエニョキですって、ラストシーンで人妻風一般細胞が涙を流していたのは印象的でした。もしエニョキくんがへこんでいたらヒヨちゃんはどう励ましますか。ヒヨちゃんっていいっすね、ヒカサヨウコだからね。ヒヨちゃん、ヒヨ頭文字、そう、ヒヨッチ、ヒカサとヨウコのヒとヨウで、いいっすね、ヒヨッチ、ヒヨちゃんどう励まします。エニョキが落ち込んでたら、ええ、よく落ち込んでるじゃないですか僕。ビジネスラジオ的にはどうおい、アニラジ的には、アニラジ的にはエニョキおい、うん、バーンみたいな、あ、叩いて元気出すみたいな。落ち込むなよ、落ち込むなよ、うん、夕日に向かって走ろうぜみたいなビジネスじゃない、もうプライベートヒヨちゃんは普通に引く、うん、引く、どうしてへこんでるんですよ。へこんでるよエノキ。いや最低なんで、まだビジネスの方が、ビジネスの方がまだ心あったよ。びっくりするわ。俺逆にプライベートはもっとなんかこう、なんか飲みに行こうちょっと話聞くよみたいな。でなんかなるのかと思って。闇深そうなんだもん。落ち込んでる時どうすんの。どういう感じなの。落ち込んでる時は。でも僕なんか散歩とかするだけで元気になっちゃうんですよね。もうなんか あるじゃないですか落ち込むことが、うん、帰りにもう歩いてるだけで元気になっちゃってるからあんまない。なんかあれかな、血の巡りが良くなるとそれだけで元気になるみたいな血行不良な血行不良なだけだったのかな。いやでも結構人好きなんで、意外と人見知りですけど、人好きなの。なんか意外。そうですよ、だっていつも飲み会とかいるじゃないですか僕。いや、いないです私が いる飲み会にはいないですけど。あ、誘われてないからさ誘われてないやつだそれは。誘われたら結構行くんで。あ、本当。結構ね、人と話してるだけで元気になれる。でもね、分かる。分かります、それ分かる、ね、なんかさ人と話してさ、はい、笑うとさ、はい、あ、なんかついてた生き量が多分いなくなったなみたいな。息量だった誰の息量なのかわからないけども、いやでもなんか浄化されますよね、うん、なんかこんなことで落ち込んでたんだみたいなね、前向きになれるからね。息量の払い方知ってる急にどうしたんですか知らないです。そんなあるんですか。なんかその人の、はい、その斜め上肩ら辺を見ながら出ていけって叫ぶんだって、あ、でもなんか今すっきりした気しました。気のせいでいや本当本当、あ、なんか今スーってした息のいたのかな。絶対このアクリル板で防御されてると思うけど。跳ね返ってるかな。出ていけって言うといいんだって。でもなんか僕おばあちゃん多分ついてるらしいんですけど、それは生き量じゃなくて守護霊ついてるらしくて、なんかえのき家に全然関係ない話ですけど、うんうん、物もらいを直す秘術がえのき家にそう伝わってるらしくて何それ。なんかでもそれ使うには
福井の実家まで行って、うん、榎木家代々の、うん、でおばあちゃんの仏壇に向かってなんか祈らないと治んないらしくて物もらい直すために福井まではちょっと行けないそれさ近くの病院行った方がいいよねそう、そのでも伝承を初めていとこから安西から聞いたんですよ。聞いてそんなわけねえだろって僕はバカにした翌日に物もらいになったやばい、バチが当たった、バチが当たった。えでそれで福井直したの？行ってない、行ってない近所の病院に行ったんだろ。でもいや病院にしたら行かずも自然治癒を待って、自然治癒で、はい、我慢して直しました。いやそうオカルト何の話なんですかこれメールから派生しちゃいましたけど、次、はい、ななちさんいただきました、はい、えのきさん、ひかすさん、こんにちは。こんにちは。え私は看護大学生で、ついついアニメ中に出てきた病気などを教科書で調べたり、うん、アニメの次回予告で出てくる病気を教科書で予習したりして、うん、働く細胞ブラックを楽しんでいます、はい、とても勉強になることばかりで健康でいることは簡単ではないのだと改めて思いました、うん、そうですね。ここで質問です。えのきさん、ひかすさんは大人になってこれは勉強になったなといったことありますか？それとこれは余談になってしまうんですが、うん、3月3日のラジオで、うん、えのきさんが赤血球って実際どのくらい長生きなのかと言っていたので調べてみたら、はい、赤血球の寿命は平均で120日となっていました。ちなみに白血球は数時間から数日、あれとても短かったです。死んでる説、もしかして、じゃあさ、待って、じゃあこの宿主は白血球が生きてる数日間の間の出来事、やばすぎ、数日の出来事、病気になりすぎ、痛風になったり、やばいっすね。それだったら、いやでも薬効かないんじゃないですか、さすがに。そんな即効性で、そうだよね。どうしてんすかね、数日で死んじゃう白血球さんみたい。なんかでもやっぱそこはさ、やっぱアニメーションだから、あそこは急にアニメのフィクションだからさ、アニメの嘘、いや、やっぱエンターテイメントだから、まあ、そうですね。嫌ですよ、だってなんか毎話なんか、あ、白血球さん、白血球さん、違う人になってるっつって、なんかボンドガールみたいに毎回違うヒロインが出てくるって嫌ですよ、だよ、それは。でそうなんですね。そんな、何でしたっけ、なんだっけ、なんか最後が衝撃すぎて、勉強になったなと、大人になってから勉強になったなと思うこと、勉強になったこと、なんかあります、なんか変わったことですよね、大人になって。でもあーなんか権力に逆らわない。あ、それはあります、ね、逆らうとろくな目に遭いませんからね、そういうことありました、話せる範囲で話せる範囲一つもないだろ、いやでもなんかそこに、あ、そういうことかって思った時って大人になったなって思わない、うん、そうですね。なんかそれに屈服するっていうよりはじゃなくてうまく付き合っていくみたいな、そうなんかそんな、ね、いい関係を築くみたいな、そう、うまいことを利用してやろうみたいな働く細胞ブラックです、ブラックですありますよね、それ。いや会社員でもあるじゃないですか、それ。いやでもそうだよ ね、課長嫌いだけど、なんかそのこの人のでも力を利用して俺が部長になってやるみたいな、ね、とか、うまく仕事を回すぞとかね、うん、それは別に全然いいことです。会社王になってやるみたいな、会社長じゃなくて社長か、会社王に俺はなるすごいなれなそうな、バカの極みみたいなすごいね、いいですね。いや大人になりましたよ、はい、いや大人ってね、そう子供ってこうね、そう子供の時はもう何も考えずに発言してましたけどね、まあ、今でもたまにポーンと言っちゃいますけど、うん、無礼なことをね、ね意外とでも許してくれますよね、この業界って。いや私もね、だから、はい、この声優業界、このアニメ業界ってすごいなって思うんだよ、はい、うん、おどの辺ですか、優しいってこと、優しいとかみんないい人、うん、そうですね、基本そんなめっちゃいい人じゃない、嫌な人いないんですよね、うん、うん、いや本当いい業界ですよ、うん
さあブラックサイドでは皆さんからのメールをお待ちしています。アニメやラジオの感想、他にも我々へのメッセージなどお待ちしています。じゃんじゃん送ってきてください。一緒に働く細胞ラジオブラックサイド。続いてはこのコーナーをやっていきます。体あるある。我々は細胞たちが働いてくれているおかげで健康でいることができています、うん、そこでこのコーナーはそんな体にまつわるあるあるをリスナーの皆さんから送っていただき紹介していく今日コーナーです紹介読めない英語のみならず紹介まで紹介していくコーナーです。紹介しましょう。紹介しますか、はい、あるある、はい、あるある言いたい。いや絶対やると思った。言いたい体あるある。言いたい、言ってもいいかい。T2 ファージさんからいただきました。ありがとうございます。休日はお昼まで寝てしまい逆に疲れる。僕は現在大学生なのですが、休日になると時間に縛られることがないのでつい昼まで寝てしまいます。休日の前日には明日は午前中から運動するぞとか勉強するぞと意気込んで眠りにつくのですが、午前中になかなか起きることができません。平日はそんなことはないのですが、休日どうですか？いや、わかる。なんかさ、アラームをかけないで寝る幸せ。あー、かけない派ですか？かけない、あの、あ、休日の時は。休日の時はそれでも何時ぐらいまで寝てますか？いやでももうその時のスケジューリングで朝中とかが続いてるとかだと、なんかルーティーンでこう同じ時間に7時台8時台に起きちゃうこともあるけど、なんか損した気持ちになって、え、起きちゃうと、うん、目が覚めちゃうと、ああ、寝られたのにっていう。あと1時間遅かったらいいのにって思う。7時間、1時間遅く目が覚めてた。ああ、11時とか9時とか、そうそうそう、9時10時ぐらい、10時とかに。そうなんか違うんですか？なんだろう、いつも通りってのが嫌なんですか？うん、いつも通りの方がいい。僕逆に休みの日は早く起きたい。え、初めて出会ったそんな人。もったいなくないですか？休日が早く起きてどうすんの？早く起きて YouTube 見る。YouTube で気まぐれクック見る。何、気まぐれクック？え、料理料理自分でするわけじゃない。魚さばいてる動画見るの。魚美味しそう。それさ、日中見れない？日中も見てます、ね、日中も魚さばくやつ見てて。そうそう、実際にさ、だってあれじゃないの、ああいうのってさ YouTube で実際にこうさばいてるのを見て、はい、じゃあ休日実際にさばいてみようみたいなやつじゃん、はい、絶対ないです。なんなの。処理がめんどくさい、生臭くなるのめっちゃ嫌ですもん。私でもね、逆にあの、もしこういうめっちゃやりたいの。え、見たりするんですか、たまに？じゃあ見るよ。だから釣り行って。あ、釣りまで？釣り行って魚調達するところからやる。そうすげえ。でバーベキューやりたいタイプなの。おお、だからそのこういう感じになる、世界がこうなる前は結構休日はそういう遊びの予定バンバン入れる、ちょっと今度行くとき教えてください。いや、ほんと行こう。僕たまに釣りするんで。え、するの？あの、友達がすごい好きでたまに付き合って、でも釣り竿ちょっと上げちゃったんですけど、友達に最近やってでも借りればよくない？まあそうっすね。ね、私でもそんな本格的なあれじゃないよ。船は乗らないっすか？船一回乗ったんだけど、はい、もうゲロゲロ。ああ、やっぱそうなんですか、うん、気持ちよくなっちゃうんだ。でも船はやっぱ爆鳥、はい、ああ釣り爆鳥、うん、爆鳥。面白い。面白い。面白い。次いきます、はい、すいません長くなりました。長くなりました。夏美さんいただきました、ありがとうございます、はい、体の一部が痛いなと思っていたらいつの間にか痛みは消え、数時間後には別のところが痛くなる。よくなんだか膝が痛いなと思いながら仕事をしていたらいつの間にか膝の痛みは消えており、今度は背中や違う部分が痛くなってくることがあります。おそらく運動不足ですかね。あ、でもなんか僕も今腰痛いんですけど、うん、やっぱ腰痛いと別のところでこうカバーしようとするから連鎖反応で痛くなるですよね。わかる、まあ、僕肩も良くなくて
肩痛いんですよ。なんかその腰が曲がなんか良くないから肩でこうフォローしようとして、え、腰がダメだと肩で、なんかね支えようとするらしいんですよ。肩で支えるの、整形外科と言われます。そうなんだ。だから巻き型になってますね今と。あ、私もね巻き型タイプ。そうそう、すごいね、直したいんですよね。だ今僕膝腰肩痛いです。もうじゃあさ、首からしたら全部ダメです。全部です。全部ダメです。私ね、筋膜リリース注射を勧めてるんだけど、あ、なんか、ね、はいはい、怖がって言ってくんないのよ、ニョキは。いやだってね、体の中になんか水入ってくるんでしょ。でも私はそのトレーナーの先生に筋膜リリース注射だけは認めるって言ってた、はい、へー、うちのトレーナーはね。あ、そうなんすね、うん、じゃあもう僕家で必死にあの筋膜ローラーでコロコロやってるの。あ、でもそれもいいんじゃない。必要、でもめんどくさいんですよあれ。痛くない？筋膜ローラーめっちゃ痛いっすよ。太ももとかやばいっす。もうなんか血出るんじゃないかっていうね。だよね、お前そんな、なんかお前剣山だったっけって思っちゃうよね。なんかどんだけローラー、どんだけ凹凸が激しいローラーを使ってるのかわかんないですけど、ちょっとでも注射は興味ありますね。簡単に剥がれそうなんで。私はあの意外とこのここが痛いです。肩甲骨の下、腰と背中の間みたいな感じですかね。背中の肩と背中、腰の上、真ん中、まあ、声出すとそこ疲れるって言いますよね。ヒカスさん確かに普段から声大きいし、なんか使ってそう。嘘でしょ。え、ショック。今声優生活十何年で今気づいた。だいぶちっちゃくなったなって思ってたんだけど。初期どんだけでかかった。ありがとうございました。はい、ありがとうございます。あるあるなメールここまでです。以上体あるあるでした。一緒に働く細胞ラジオ、ブラックサイド、ブラックサイド、働く細胞ブラックインフォメーション。ここからは働く細胞ブラックに関する情報をお伝えしていきます。テレビアニメ働く細胞ブラックは働く細胞第1期のセレクション放送と1時間連続で働く細胞アワーとして毎週土曜24時より好評放送中です。いよいよクライマックスです。ぜひご覧ください。続いてアニメジャパン2021情報です。テレビアニメ働く細胞ブラックとテレビアニメ働く細胞合同で AJ スタジオへの参加が決定しています。働く細胞アワー白血球ステーションとしてブラックサイドからは私ひかさようこ、細胞サイドから前野智明さんが出演し、入れた配信でお届けします。どこ言えない予定だったんですか。智明かな、前野智明言いにくいかな。配信日はアニメジャパン20212日目の3月28日日曜日朝10時半から11時5分です。お楽しみに。はい、そして働く細胞ブラックのブルーレイ &DVD 第1巻が好評発売中です。第2巻は3月24日発売です。第2巻の完全生産限定版にはオリジナルドラマ CD や特製ブックレットなど豪華特典がついてきます。ぜひ手に入れてください。続いてオープニング主題歌走れ with 山崎聖也が現在配信中です。さらにオープニング&エンディング主題歌を含む CD も絶賛発売中です。しかも働く細胞ブラックブルーレイ &DVD1 巻とオープニングエンディング主題歌 CD の同時購入で特製クリアファイルもらえます。そしてサウンドトラック、オリジナルのサウンドトラックも発売中です。合わせて聞いてください。続いて原作コミックス働く細胞ブラックは第1巻から最新第8巻まで好評発売中です。ぜひチェックお願いします。以上働く細胞ブラックインフォメーションでした。一緒に働く細胞ラジオ、お送りしてきました一緒に働く細胞ラジオ、ブラックサイドもエンディングのお時間です。皆さんからのメールをお待ちしています。アニメやラジオの感想を各コーナーまでメールを送ってください。メールは番組サイトの投稿フォームから簡単に送ることができます。もし、あ、また俺じゃん。いや、私ね、これ言わなくなってから、はい、急にこのラジオ楽しくなったもん。どんだけプレッシャー感じてるこのローマ人。メールアドレスすべて小文字で細胞アットマーク温泉 .ag 細胞アットマーク温泉 .ag です。簡単簡単。
働く細胞サイドと共通となります。そして次回の配信日は2週間後の3月31日水曜日、3月31日水曜日です。4月かも。両方聞いてください。はい、というわけで一緒に働く細胞ラジオブラックサイドはここまで。お相手は赤血球役の榎木淳也と白血球役の彦瀬陽子でした。バイバーイ。